夫人の話ではベンカール伯爵は就寝前月を見ながらワインをたしなむのが何よりの楽しみだそうだ。魔力持ちは普通の人間より魔力をまとっている分頑丈だ。大抵のことでは死なない。節水。そしてベンカール伯爵も魔力持ちだ。だが節水がタングステン鋼の弾丸にはかなわない。俺は前世と同じく暗殺者だ。だが今度はただの殺しの道具ではない。殺すか殺さないかは自分で決める。そして今回は決めた。殺すべき相手だと。ターゲット確認。王家の命と暗殺貴族トゥアハーデの信念に基づき排除する。任務完了。撤収する。はい、ルーグ様。かつて俺は殺しという行為に何一つ心が動かなかった。そう、俺は道具だった。だが今は誰と何の。なんとなくです。ルーグ様が心細そうに見えたから。そう見えたか。悪かった。行くぞ。はい。俺はこの暗殺を後悔しない。だが決して忘れない。それがルーグ・トゥア・ハーデだ。